はい、ということでね、やってまいりましたトラップ2、罠だらけの廃墟からの脱出ということで、今回は前回に引き続きトラップという脱出マップをプレイした配信を動画化していきます。前回よりも難易度の上がった廃墟から脱出できるのか乞うご期待。あ、動画が面白かったら評価、コメント、チャンネル登録よろしくお願いいたします。それでは本編へどうぞ。廃墟とかして薬師に残されていたのは即死トラップだけだった。含まれる要素の除きアスレチック、少ない要素を脳絶目指して頑張ってください。もうだって脳絶させる気ないじゃん。まあいいや、ということで夏草さんの同じマップでございます。やっていきましょう。トラップ2、罠だらけの廃墟からの脱出。はい、ということでね、じゃあやってまいりましょう。うわー、なんかやだな、落ちそうだもんな、すでに。はい、落ちた。はい、これもさ、真ん中行ったら落ちんじゃない。はい、落ちないんかい。開けさせて。そんなことある？すごいな、鉄扉じゃなくてバリアブロックで防護していくスタイルね。まさかの。あ、こっちもだ。鉄扉じゃなくて逆にね。なるほどなるほど。死ぬんだ、運命は。死ぬ運命だったということで。ってことは、あ、これであれかな、これでいけるようになりましたみたいな、そういう感じ。これで、あー、なるほどなるほど、あー、なるほど、あー、なるほどなるほど、オッケーオッケー、そういうことね。なんだ、じゃあ左から行きましょうか。うわー、ワイヤーはないんだ。普通のアスレだ。え、普通のアスレだ。なんか感圧板あるんだけど、感圧板あんのちょっとあれだって不安やって。もうなんかバリアブロックなんじゃないの、どうせ。ほい、違うわ。え、あ、機関用だった。なんだよ、なんか頭打った、頭打つ。あー、ギリギリじゃないと、このあれか、上の。あー、今なんかチェストあった、チェストあったわ。ちょっとチェスト先行こう。よいしょ。おい、弓。弓、矢がないから打てねえわ。なるほど、この上のに打つんだ。ほい、はい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 、ほい、オッケー。はい、よっしゃーだと思ったよ。もうなんか傾向が読めてきた、傾向が。安心させたところにあるんよね。オッケーオッケー、はい、オッケー。で、ここも落ちる。はい、落ちたー、ナイスー。もうね、踏んだ瞬間に分かった。あ、この板やばいってなった。ほい、で、これはギリギリで届く。蜂。なるほど、皆さん、青いウールは蜂でございます。皆さん覚えておいてください。じゃあ次にこっちかな、こっち行こうかな、真ん中。なんだ、またドロッパーだ。これさ、またこれ真ん中水じゃないパターンじゃねえの、これ水じゃないんじゃないの。一応真ん中行ってみるか、一旦。違う気がする、なんかあれさ、羊毛っぽくない？めっちゃ羊毛っぽいんだけど。ほい、あ、そもそももうここにあれがあった、バリアブロックがあったし、絶対これ砂っぽいし。まあまあ、もうね、手に取るように分かりますよと。どこですか今回は落ちるのは。いや、真ん中行きゃ分かるわ。あ、あれでした、スライムブロックだった、羊毛だけど。なるほど、カーペットだったんだ。もうさ、やだー、やだー、もう絶対もうこれ まずここが落ちるでしょ。ここ落ちて、ここ落ちて、で、落ちなくて油断させて落ちるみたいな、なんかそういう感じじゃない。ここに行きたいな。ほい、うわー、すごい。あ、もう絶対殺すマンだった、今作者との読み合いになってきた。もうだから、これはね、一回じゃ無理だね、絶対死ぬもんね。てか、これあれじゃね、めっちゃむずくないだよね。頭打つくない、これ、ここに頭打つよね。あ、打たないか。お、OK。 これどうですかこれ。うわー、やだー、絶対やだー。あー、もうこれ、ここに行った瞬間あれだもん、また死ぬもん、これ。おい、死なないんかいってね、安全だーと思わせてね、これね、死ぬんですよ、ここで。はい、ほらー、死なないんかい。なんか隙間、ほっ、レッドストーンランプ。なるほど、すっげー、なんかそのはしごのここだけ落ちそう。ほい、落ちないんだったとしてもなんか落ちそうだった。ほい、32、皆さん、グリーンウールは32です、覚えておいてください。なんか
死んですら帰らせてくれないという、ありがてえ TP があった。でレッドストーンランプにボタン、キーです。どう見てもボタンだけどキーです。天井が壊れたようだ。天井が壊れたから、あー阿弥陀だ。あーなるほど。 まだ赤い羊毛を見つけてないから、ちょっと赤い羊毛を見つけてからにする。いや一旦赤い羊毛を見つけましょう。赤い羊毛ここだろうね、確実にね。コード5桁なんかあるよ。15。あーじゃあこれであれか、そのこの書かれた数字でみたいな感じか。ってことは緑がここだったよね。ってことは緑で青が真ん中でこうかな。じゃあ一応やっとくか。は？え？ん？あ、こっちか。こうか。ごめん、嘘だ。こっちだ。こうだ。こうでこうか。だから32158かな。いやいや、いいね。こういうサクサクいけんのいいよ。ほい。はい、オッケー。よし、できたー。しかもなんか下も抜けなかった、今。結局、おい、結局ダメじゃねえか。磨かれた花崗岩。オッケー。これか。花崗岩。はい、花崗岩。え、怖い。おじさんがいる。廃墟なのに、廃墟におじさんがいる、おじさんが。やだ。何、おじさん。ああ、亡霊だ。大事な本が見つからないんだ。助けてくれ。ああ。ああ。無視していい？ああ。お、なるほど。ああ、びっくりしたよ。ああ、これで下に行けるんだ。はい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 。迷路っぽい感じね。多分。でもさ、落ちるでしょう、こんなん。えい。浮遊でした。ああ、強制送還。はい。ああ、なんだよ。毎回じゃないじゃん。違ったわ。はいはいはい。本があるんですかね、これ、ここに。木のつるはし、何が壊せるんですか？磨かれた安山岩が壊せるそうです。磨かれた安山岩。これ？はい、本1。本1。1しかないけど。お兄さん、5欲しいって言ってたよね。そんなあった？磨かれた安山岩。この道中に磨かれた安山岩がないないないね。あったあった。本当？嘘、めっちゃ俺見落としてるじゃん。どこにあった？ドロッパーにあった。ドロッパーどこだっけ？ここ？ドロッパーの、あーこれか、これ。あーなるほどなるほど。 OK、 ありがとう。2、この奥に、ないですね。これ全部模様ついてるよな、奥。あー、ある。うぜー。よいしょ。はい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 。はい。3個目。ってことは多分ここに1、ここに1だろうから多分ここにもあるな。あったわ。はい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 。ってことは、あー、ここ見てないか。この空間見てないな、あんま。あー、あった。これか。なるほど。5。これで5だ。はい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 、オッケー。これで矢が手に入るから、あれをやれと、的当てやれと。これさ、的真ん中当てなきゃいけないとかだったらクソだるいんだけど、大丈夫そう？はい、おじさん持ってきたよ。ありがとう。なんかお礼の一言もないんか、おめえは。はい、もうちょい上。はい、下。はい、早っ。磨かれた戦力眼におけるキー、的に命中したようだ。ありがとう。よかった。もういなくなってる、亡霊。はい。なんかさっきと似たような部屋、これ落ちますね。えい、落ちないんかい。ん？ん？問題、1たす1は？ん？え？ 013。 あ、前に進めってこと？これ。え？どういうこと？これ。ほっ。無理だよな。耐えられないよな。なんかある？もしかして。なんかあるんだろうな、多分。なんだろう。なんか取れてないやつが。なんかある。なんかある。何？これは 1+1 の答えを0に変えられる素晴らしいボタンです。ありがとうございます。なるほど。この世界の常識が覆されたようだ。世界の常識覆しちゃった。す
すげえ。はい、世界の常識を覆しに行きました。ゼロです。はい、これでじゃあここにいたらセーフなんだ。おー、これ落ちます。落ちませんでした。キーなんですか、このキー。こうか。あ、なんだなんだ、びっくりした。今回ワイヤーねえ。おい、会ってくれよ、落ち作れたのに。ゲームクリア、おめでとうございます。遊んでいただきありがとうございました。ということで、おい会ってくれよ、めっちゃあれ落ちとして最高だったのに、あのトリップワイヤーフック。おい会ってくれよ